皆さんこんにちは、鉄道ゼミの西尾月です。今日もですね、一本動画を撮っていくんですけれども、さてですね、今日やってきたのは北海道札幌市、苗穂になります北海道鉄道技術館にやってきております。見てください、この雪深さ。見てもらって分かりますように、なんとこの撮影の1週間前ですね、ちょうど2月6日に、記録的な大雪を観測しまして、なんとですね、札幌駅、JR 札幌駅の発着する列車がですね、数日間運休になってしまったというような事態がありました。で、まあ、それから現在ですね、5日6日ほど経ってるわけですけれども、ようやく9割程度の列車がですね動き始めて、ようやく私もこちらの方にたどり着けたということです。そんな JR 北海道さんの北海道鉄道技術館ということなんですけれども、なんと開館している日付がですね、毎月第2、第4土曜日の13時半から16時という、月に5時間しかですね、開館してないという超レアな開館なんでございます。さらにはですね、この技術館、様々な展示物があるんですけれども、なんと運転シミュレーターですね、あるということなので、非常に楽しみ。そちらが楽しみなわけですね。はい、ぜひ行ってみましょう。どんなんがあるんでしょうか。レッツゴー。さて、今回伺った北海道鉄道技術館でございますが、この地図に記載のあります JR 苗穂工場に併設されております。こちらの最寄り駅は JR 苗穂駅、札幌駅からお隣 JR 函館本線千歳線で約3分という好立地に位置しております。はい、そしてこちらの鉄道技術館の正面の写真なんですけれども、このように夏の時期には SL 列車を館外に展示するということで、地域に密着した鉄道工場として昭和62年に開設したということです。苗穂工場で開発製造された鉄道車両などの資料、あるいは機器など様々な展示品を見学することができる、そのような場所になっているのですね。続きまして、苗穂駅の案内をしていきたいと思います。苗穂駅では、まちづくりの思いと活動を次世代に継承するために、このプロジェクトに賛同いただいた方の名前とお住所をレールに刻印するレールプロジェクトが行われておりました。苗穂駅から札幌方面へと出発するラッセル車を見ることもできました。このラッセル車のおかげで雪が多少降り積もりましても走行ができると。この雪国北海道にはなくてはならない存在なんですね。はい、そしてお次は苗穂工場の留置線の方でございます。苗穂駅のこちら千歳方には苗穂工場に続く留置線を見ることもできます。正門の隣のところに北海道鉄道技術館という看板がですね大きくあります。その右見てもらったら分かるように、開館がなんと第2第4土曜日の13時半から16時ということで、超レアな開館のスケジュール、そのね、月に2回、わずか2時間半の中での開館に本日はやってまいりました。こちらですね、見てもらったら分かりますように、北海道旅客鉄道株式会社苗穂工場の併設ということですね。早速中に入っていきたいと思います。館内は撮影しても大丈夫ですか。ありがとうございます、はい、敷地内にありますこの踏切設備なんですけれども、いや、こんな風に雪でめちゃくちゃ埋もれてしまっております。そして隣にありますこの車両、上の方に雪まで積もってるのが分かりますね。こちらのは機関車の検査場があるところで、ずっと線路が下向きにつながっていて、実際の留置線の方に入っていくということなんですけれども、奥の方にもね、機動車がぶつ切りで止まってるんですけれども、あの天井ですね、屋根の部分には分厚い雪がまだ残っているというような形になります。はい、ここね、技術館の前に到着したんですけれども、ものすごい雪ですね。まさにこれがドカ雪と、天気自体はねめちゃくちゃいいんですけれども、この間の大雪の凄さを物語っております。これはすごいですね。さて、実際に運休になってしまった2月6日なんですけれども、この日は営業列車の運行中に突然の大雪に見舞われてしまいました。その結果ですね、列車が駅で動けなくなってしまったというようなシーンがありました。列車と列車近くの線路はラッセル車などの車両を使うことができず、人力で除雪しなければなりませんでした。
この量の雪を人力で除雪したということだったので、本当に大変な労力だったということが考えられます。北海道旅客鉄道株式会社苗穂工場の川端こちらですね、アルファコンチネンタルエクスプレスの先頭車になりますね。こちら昭和60年12月にですね、機動車を改造して完成された、内部工場製のリゾート列車の第1弾ということですね。この列車の愛称にですね、関した2つのホテルと連携して札幌とは無新特間を平成6年まで運行したというものなんですね。というわけでね、北海道鉄道技術館回っていきましたけども、いかがだったでしょうか。非常にね、残念ながらシミュレーター運転台の体験は、コロナにより中止ということでした。これは私の完全に調査不足といったところで、北海道までね、来て最終的にこのような結果になってしまったというのは、非常に悲しいですが、これは本当に私のせいですね。事前の調査さえしていればということでした。ただね、他の展示物などはね、たくさん見ることができたと思うので、そのあたりはですね、非常に充実した時間だったかなと思います。特にね、私が一番良かったのは、出口線までね、入るとこまで、ギリギリまで見れたっていうのが非常に良かったです。いかにね、雪が大変だったかということが、この目で確かめれたと。それでは本日の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバイ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。